JR 日報本線脱線転覆事故は2006年9月17日13時50分頃宮崎県の九州旅客鉄道日報本線の南の岡駅付近で発生した竜巻により列車脱線転覆した事故である事故車両と同系車両宮崎県の岡市別府町の JR 日報本線の岡駅南の岡駅間で 別府発宮崎空港業特急日林9号が台風13号の接近によって発達した積乱雲に伴う竜巻に煽られて先頭2両が脱線転覆した。この列車はつくみひしろ間、総太郎下中間で台風による強風のため助行運転し、帝国より40分遅れで延岡駅に到着した。ここで小加瀬川橋梁の風速計が 警戒地に達したため南延辺岡駅で運転打ち切りとなる予定で、延辺岡駅から南延辺岡駅に向けて時速2 5トルの助行運転中だったが、南延辺岡駅手前で河川にトタンが引っかかっているのを発見した運転士が非常ブレーキをかけ、停止した直後に列車が浮き上がり横転したとされている。この事故を引き起こした竜巻は移動速度が 時速 100km 以上、竜巻の威力を表す6段階の F スケール分類では、風速50秒速 69m の F2 か、1ランク上の風速70秒速 92m の F3 規模であったことが、後の気象庁の調査で判明した。事故当時、周辺各地にも突風が吹き荒れ、事故現場資金のアパートの屋根も吹き飛び、止めてあった乗用車が風で吹き飛ばされて民家に、 突っ込んだり、ホームセンターに吹きつけたトップが、入り口の窓ガラスを粉砕した上に、店内の商品棚をなぎ倒して、犠牲者が出るなどの被害が発生している。なお、事故当外編成は、同年12月に黒葉481から4を、修復。もは484から266もは485から164に変わり、 大分車両センター所属の波動用 MM ユニットを組み込み運用復帰した。乗客と運転士合わせて6人が負傷した。列車は停止状態での脱線、転覆であったこともあり、脱線事故で負傷した6名はいずれも軽傷であった。この時、当時の延岡市消防本部は、竜巻の直撃で3階建ての庁舎に3階南面の窓ガラス60枚全てを吹き飛ばされ、 風雨の侵入により室内は破壊され庁舎内は停電し、自家発電での最低限の指揮機能を残して麻痺状態に陥り、さらに殺到する119番通報で救急車が不足、負傷者の搬送には南の病害機職員の自家用車及び警察車両が使用された。なお、本件の原因となった台風13号により発生した竜巻では全体で死者3名、 重軽傷者143名を出し、住宅全壊120棟、半百365棟、一部損壊1134棟など、延岡市を中心に、甚大な被害を及ぼした。この事故が起きた翌日から、転覆列車が撤去されるまでの数日間、下りの日林号はすべて、延岡駅で折り返しとなり、延岡駅前から、日向市駅前まで代行バスを運行した。 ほとんどの日輪号は同駅で離合を行うため、延岡一北のダイヤには特に大きな影響は発生しなかったが、この期間の駅の表示には、日輪号は延岡駅と表示されていた。ちなみに、日輪で使われる車両の方向膜に、日輪、延岡という表示はないため、日輪宮崎空港という表示のままで運行していた上に、 自動放送が設置されている783系、電車、ハイパーサルーン運転便は、延べを回帰ということを放送することができないため、自動放送が始まるたびに車掌が放送を切り、車掌が肉声で再放送をした。この事故による485系レッドエクスプレスの不足により本来は485系で、運行の日輪9号は、しばらくの間783系。 ハイパーサルーンの運行となった。またその車両不足により、大分運輸センターの波動用の DU31 編成やさらには、通常の5両編成運用に、クリーン車の連結のない DU21 編成を5両にして運転した。事故が起きた車両は、同じ形式による、リニューアル改造車の3000万台である。ありがとうございます。